今まで変更クラスっていう存在は知ってたけど、なんか別にいらなくねって思って持ってなかった、うん、でただ今回デビュー依頼をもらって使い始めました。マーズクエストっていうカナダのトロントで始まったサングラスのメーカー。ロゴもかっこいいよね。そう、透明の縁なんだけど黒縁のやつもある。グラスをかけてると光の反射が抑えられて水中のなんか様子が見やすくなるんだよね。映像を見てもらった方が早いんじゃないかな。なるほど。ここはあんま見えないな。また変更ぐらい、あれ忘れたって思ったらあった。ほぼその辺とか見えないんだけど、変更グラスかけてるので見える。変更グラスかけて試してみ。すげえよ。うわ全然違くない？うん、顔どこまで綺麗に見える。このさ、白い反射が全部なくなるよね。これよく見たら普通のネジで止まってるんじゃなくて、うん、あ、本当だ、なんかネジとかじゃない。これ普通のサングラスなんだけど、ずっと使ってるとこうグラグラするようになるんだけど、ネジとかいう次元じゃない。そう、これネジじゃないんだよね普通のサングラスよりは強そうな印象。雨予報で来る途中雨降ってたけども止んだ。今4時13分、E が 1.552、リーダーが75。結構どつい当たりましたよ、ね、マジか。おお、あ、イワシが湧いてるんですか。ありがたくいただきます。イワシさん、イワシを釣ったら結構それに大物が食らいつくだろう。イワシを釣って地合いを待つ。これからだからな、上げてくんのが。今イワシが中層から表層にいたので、もうちょっと沈めて、もうちょっと蓋をやってみよう。イワシ炊き込みご飯だなこれ。なんか海面の様子がすごい、完全に映してる。サバが2匹釣れたんだけど、その直後に隣の人がイナダを見つけました。よってビッグチャンス今から。そこからワンピッチジャークしてたら中層あたりで食ったと。おまたサバっぽい。完全にサバタイムだ。やば、どういうことこれ。やべえ、4匹も釣れた。あー、もう来た。何何、そこら中サバ疑惑だ。サビキ外そったの。お、走るぞ、サバも。
すごい、しかもどっちもちゃんと口。奥に来たね。ああ、ポールでなんだ、サバだな。今の取れてなかったもしかして。いいサイズのヒラソウだと、あとサバがいっぱい。20から25ぐらいのサバが10匹ぐらいと。イワシも10匹ぐらいか。やったー、こいつめっちゃ引いた。取れてるかな、釣れたとこ。取れてない、取れてない気がするけど。約1年ぶりのカツオさん。あー、いいね、カツオ。ソウダカツオ、素晴らしい。最高。これで冷蔵。サバが食べたかったから超嬉しい。しかもこれうまい方だ、平そうだって。ここに鱗の部分があるから、それこう皮ごと取った。カツオ、ワカシじゃない、稲田の頭とカツオの頭とか。カツオじゃない。あ、やっぱうまい。カツオいただきます。うまっ。あの最高、うめえ。うん、上川大雪酒造。あれあれ、そんな少なかった。あれ全部入れちった。